ドクターレシピ。今回は先日放送しました元気の時間生放送の時間内にお答えできなかった新型コロナに関する質問にお答えしていくスペシャル企画となっています。まずはですね、神奈川県50代の女性の方からの質問です。髪が長く涼しい日は毎日は洗わないのですが、コロナウイルスが髪について、それが枕や布団についたり家中に撒き散らしたりしてるのかが気になってます。面倒でも毎日洗髪すべきか教えてくださいということです。個人的なお悩みでした。基本的にですね、外の中でこうふわふわ浮いてるっていうウイルスは、ないだろうと思っていいと思うんですよね。例えばそういう近くで咳とか痰とかが出てくるようなとこにいた場合には、こう結んだりとか、なるべくこう広がらないように、そういう処置は必要だと思うんですよね。やっぱりちゃんと洗った方がいいかなっていうふうに思います。大阪府の50代の女性の方からの質問です。どうしても手洗いができないときに手拭き用の除菌シートで拭くことは効果的なのでしょうかという質問です。感染力をなくす効果っていうのは、アルコールが入ってる方が強いんですよね。もし使うとするんであれば、アルコールのやる濃度が高いものを使った方がいいかなっていうふうに思います。でもいずれにしてもちゃんと手を洗うっていうことが重要なので、ちゃんと水で洗い流すっていうことはやっていただきたいなと思いますけどね。鳥取県の50代の男性の方からの質問です。某番組で歯磨きや舌磨きが新型コロナ予防になると放送されていましたが、それは本当なのでしょうかという質問です。なかなかこう大変な質問かなと思いますけども、いわゆるこうあまり根拠はないと思うんですよね。はい、例えば歯を磨くっていうことで、いろいろこう唾液を分泌させるっていうことはあると思うんで、唾液の中って結構ウイルスを殺す作用があるものもいっぱいあるので、そういう面では効果的かなっていうふうに思うんですよね。それはいろんな細菌の増殖も含めて、口を清潔にしておく口腔ケアっていうのはやっぱり重要なんです。誤嚥性肺炎、それは口腔ケアをやることによってかなり改善されますからね。口の中のケアっていうのは特に高齢者の場合には重要かなっていうふうに思いますけどね。よかったら CBC テレビのチャンネル登録のボタンを押してみてください。すぐに使える健康法が満載の元気の時間は毎週日曜日の朝7時から CBC TBS 系列にて放送中です。チェックお願いします。